はい、こんな感じで3洗いしたらね、白くなるんですよ。で、これで余分な、その、なんていうんやろうね、3洗いするんですよ。でね、石止めするのに、ここに僕はね、何ミリぐらいやろう、2ミリぐらいずつ、切れ目入れてるんですよね。で、それを入れていきます。糸の子で、石止めしやすいように、こんな感じで、で、ちょっと切りにくいからこんな感じで、もうこれでね、だいぶとできてきたって感じですね。シルバーコンチョはね、やっぱり雰囲気めっちゃ変わるんで、ほんで、その誰も作ってない、誰も見たことないものを作れるっていうのはやっぱね、素晴らしいですよ。僕の頭の中にしかないコンチョを作れるんでね、やっぱそれはやっぱ僕のシル、レザーには欠かせないですよね。まあ定番商品、まあどんな作品にも合うようには作れるっていうか、まあ作るんですけど、やっぱりね、あのよりその凝った作品には、凝ったレザー作品には、凝ったシルバーをつけたいなって思うとこから始めたんで、うん、まあこれも切り終わったらまたお見せしますね。よし、時飛ばし。こんな感じで石止めの、その、なんていうんやろ、止めるのにね、ちょっとずつこうやって
1ミリ2ミリぐらいで2ミリ3ミリぐらいでこう刻みを入れていったんですよ。でこれで石入れて磨いていくんですけど、そうやな、どうしようかな、ここが若干いけるんやろうな、ついてるちゃついてもな。でこれをねどうしようかな、こっちにしようかな。よう黒ずんでるシルバーじゃないですか、あれいぶしって言ってね、こういう液体に入れるんですよ。これも強酸になるのかな、に入れて黒くするんですけど、あ、そうですね、これをちょっとね、ブラシで真鍮ブラシでちょっと磨いてきます。ちょっとお待ちください。ペーパー当てる前に、変なそのローの流れ方してへんかを確かめるために真鍮ブラシで磨くと、こうやってピカピカなんかピカピカになるんですよ。これで、変なとこにロー行ってへんなとか調べたら、この強酸に入れると、まあいぶし銀って言ってね、どんぐろっていう、ほんまに一瞬で黒くなるんですよ。こういうのにほら黒くなってきたでしょ、が臭いんですけどね。こうやって混ぜていくと、もうちょいかな。あ、これも噛むべきやったな。よし、こんな感じ。こんな感じ、真っ黒でしょ。これをまた両方にして、シルバーは言うことね、あの工程が多いんですよね。で、こんな感じでね、これね、石の高さによりも、高いやつをつけて、ふくりっていうやつをつけてるんで、それの石をこう底上げするためにこれの下に皮をね引くんですよ。ちょっと皮を引いてきます。では時飛ばし、はい、こんな感じで皮をクロームの皮をね、1ミリくらいのやつを引きました。でこれでね、一発で高さが合えばいいんですけどね、ちょっと僕のやつは覆輪よりもちょっとだけ石が出るぐらいのイメージでやってます。でちょっと縮まってるんで、こういうやつでちょっと覆輪を広げて、ここでねキツキツのやつにギュッと入れてしまったらね、焦って入れてしまったらねもう取れないんでね、頑張って広げて、だからね覆輪ちょっとだけ大きめに作るっていうのがコツなんかもしれんね。あ、石で言うとね、この黒いとこあるでしょ、これバッキングって言って、ここの部分は石じゃないんですよ、樹脂なんですよね。でこの部分っていうのはやっぱり見えたら変なんで、今広げたけど今石やったんで、こうやってちょっとだけ石を削らん程度になるべくバッキングだけをこうやって
大体の、こういうの石のことを、こういうその石の素材のことをルースっていうんですよ。裸石って書いて、大体そのバッキングっていうのが裏についてるんで、その強度を持たすためとかね。まあ石も奥深いんですよね。まあ僕が取り扱うのは基本的にターコイズのみなんですけど、ターコイズはやっぱり身を守るとか意味があって僕は好きなんですよね。僕自身がそれを実感したことがあるんで、でこうやって削ってちょっと削ったんですよね。合えばいいけど、まだかな、もうちょい。ここら辺からちょっと慎重にやってますね。こっから失敗したらえらいことですかね。こんなもんかな。よし、乗った。ちょっと低いかな。ちょっと低いですね。なのでもう一回この下の石を、石じゃないわ、皮を引き直します、作り直します。では時飛ばし、はい、もう一枚皮入れて、石を止めました。このね、ちょっとずつね、こういう棒で狭めていくんですよ、石を、あの覆輪を。ほんでこういう風に仕上げるっていう、いい感じでしょ、大体わかるでしょ。でこっから次はリューターで、リューターを当てていきます。僕はね、このね、だいぶ使ってるな、これもう10年以上使ってる、店やってからなんでね、10年以上使ってるリューターがあって、ミスターマイスターの HB200 ってやつを使ってます。これが何本やろな、10万はしんかったな、5、6万ってとこちゃうかなっていうリューターなんですけども、これをずっと使ってますね。まあ、1回2回ぐらいってなんかそのこいつを落としてね、こいつを落としたらすぐ軸がぶれるんで、そうなったらもう修理出してるっていうのが2回ぐらいあるかな。でこういうペーパーがあるんですよね。これで開いていく。これも番手があるんで、番手用の粗いですから、では次磨いたら、お見せします。時飛ばし。